おはこんばんちはー。あずさと、たかの、つむつむチャンネルへ、ようこそ。12月スターウォーズの、期間限定新つむ、ジェダイルーグの初見プレイ動画です。初見なため、下手すぎるプレイ、ご容赦ください。ジェダイルーグのスキルは、なぞった方向に消すよ、ゆっくりなぞると、即消すよ、という、スターウォーズ特有の、特殊なショート系つむスキル。果たしてスキル演出、スキルの効果は、いかがなものか？初見動画は、実況担当の、あずさ、の解説方式で、プレイします。今回は、スキル3での初見プレイで、実施し、2回目には高速切りでプレイしています。使用環境などは、画面を、参照してください。では、早速、初見プレイで実施していきたいと、思います。それでは、新ツム、ジェダイルーグの、紹介をしていきたいと思います。まずは、最初の画面にあったように、ジェダイルーグは、初期スコアが、20とかなり低いですが、レベルアップの上がり幅が、25と大きいため、最大スコアが、1245と、高スコアになっています。続いて、スキル発動のための、必要ツム数なのですが、これは、スキルレベルによって、異なります。スキルレベル1で、22、スキルマックスで、22減少します。今回もスキルレベル3ですと、21と、重い仕様になっています。続いて、肝心のスキルの効果なのですが、以前に登場した、ダースベイダーのようなスキルで、ライトセーバーで、キル位置を、スライドさせ、ツムを切って、消去していく、仕様です。ここで、重要な違いを発見。以前の、ダースベイダーとの違いがあり、ダースベイダーでは、スキルでないツムを、消去しても、ほとんど、スキルゲージに判明されなかったが、ジェダイルーグは、かなり判明されていて、以前の、ダースベイダーを超えるツムであること、間違いないです。切る回数なのですが、だいたい、ゆっくり切ると、3回から5回ぐらい切れるみたいです。切るタイミングは、緑色の丸が、小さくなった時に、スライドを離すことを意識すると、ツムが多くショートできるのですが、何せ、このタイミングは、慣れるまで、難しいので、練習あるのみです。このタイミングによって、スコアが、大きく左右されるみたいです。このタイミングが、非常に、難しく、現在の、初見プレイは、超絶、下手くそですが、引き続きプレイをご覧ください。まあ、こんなものでしょう。続いては、さっきと違って、コンボを稼ぐ時の、プレイです。ハイスコアを、出すためのプレイでは、ないので、あくまで、コンボ稼ぎのプレイとして、参考にしてください。
ズニーツムツムプレイ動画集は、現在リクエスト動画、募集中です。このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしい、など、何かありましたら、Twitter、YouTube チャンネル、運営していますので、よろしければ、Twitter でコメント、YouTube 動画内のコメント欄に、記載してください。Twitter、YouTube チャンネルも、リンクは、ディズニーツムツム、プレイ動画集チャンネルの、説明欄に、リンクを貼っていますので、Twitter へは、そちらからどうぞ、プレイヤー、タカは、まだまだ下手なので、度合いによりますが、プレイヤー、タカ、と、私、トークロイド、ハズサカ、厳選し選ばせていただきますので、応募お待ちしています。最後まで、動画をご視聴してくださり、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、よろしく、お願いいたします。